こんにちは、亀くんです。種をまいてみたい。今回は種をまいたことがない方、植物を種から増やしたい方、園芸のコストパフォーマンスを上げたい方、植物を育ったことがない方、園芸をとことん楽しみたい方、ほとんどの植物は種をつけます。ですがあまり種に関しては気にされることが少ないです。種を有効に活用できるとガーデニングの幅がぐんと上がります。まず苗を買わなくてよくなります。そして育てる楽しみを十分に味わうこともできます。種から育てる植物、めちゃくちゃ感動して愛着が湧きます。今回は初心者の方が種から植物を育てれるように種まきの仕組みと、後半では実演の方をしたいと思います。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、たくさんの種たちを見てきてます。種って本当に面白いんです。また苗で流通がなかったようなものも、種ならあるっていうものも数多くあります。また現在あなたが育っている植物でも種を取り、そこからまた育てることも可能かもしれません。また種は苗よりも価格が安いんですね。まあ、だいたい苗で出てくる3分の1から5分の1くらいのコストで済みます。またご自宅の植物を使えば種は買うことすらありません。種を買わなくても良くなります。コストパフォーマンス最強の種まき、では行きましょう。種、実は以前にも動画の方を出しております。具体的に見たい方はこちらの方を先に見ていただいても、後から見ていただいても結構なんですが、今回はそのバージョンアップ版だと思ってください。結論から言って、種まきですることは種を土にまく、水をかける以上で終了です。どうですか？簡単ですよね。種まき自体はそんなに難しいものではありません。ただ仕組みは覚えておかないと失敗する可能性がありますので、仕組みだけザザッと説明したいと思います。まず種の発芽に必要な要素が3つあります。1つは温度、2つ目は水、3つ目は酸素。この3点がしっかり揃わないと種は発芽してきません。この中で一番気にしなくてはいけないところが温度です。種はそれぞれ発芽に適している温度というものが違います。その温度にならなければ決して種は芽を出すことがありません。また強制的に芽を出させても外気に当てたらすぐ枯れてしまうなんていうこともあります。失敗する一つの原因、大きいのは温度だと思います。大きく分けて種まきに適した温度、気温、季節というものはだいたい春と秋です。春巻き、秋巻きなんていうことを言われたりします。ここが一番多いんですね。で、ここの東海エリアでしたら春巻きでいうと3月、4月、5月ぐらいが一番いい時期ですね。秋巻きですと9月、10月あたりが最適な温度となります。大体はこの春巻き、秋巻きの季節で芽を出すことは可能ですが、植物によって変わりますので、巻きたい種がいつ巻くものなのかっていうものはチェックしておいた方がいいと思います。ですが、いろんな植物がある中でこの種はいつ巻いたらいいのか、何月ぐらいにどういうふうに巻けばいいのかってわからないですよね。私もそんなに詳しくないので、全ての植物は把握しておりません。ということで、例えば園芸屋さんとかホームセンターに売ってる種ありますね。種の絵袋といって、種が入っているパッケージがあります。前回種4個で出たあの種のパッケージです。あのパッケージですね、実は4個の時はとにかく表面面白い名前が多かった。もうこれにつきます。なんですが、種の絵袋、実はですね、ものすごい情報量が詰まってるんです。今回注目していただきたいのは種の表面ではなくて種の裏面なんですね。これ各社少し違います。今回はちょっと実物を見て説明させていただきたいと思います。では見てみましょう。はい、ということでパッケージの方の裏面見てみましょう。今日も純平くん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。種面白かったね、前ね。面白かった。名前が秀逸でしたね。はい、はい、出来すぎになるなとかオーバーピーとか。そう、この間はもう結構この商品名というのかな、はい、表面でバーンとこう目に触れる部分をまあ全面的に紹介したんですけど、はい、実は種、まあ、これ各社いろいろ持ってきましたが、この裏面ですね、この裏面、はい、うわ、字が細かい。
見づらい一番読みたくないところだねこういうパッケージの後ろ面って。なんですけど、このパッケージの後ろ面、ここには種まきの情報がめちゃくちゃ入ってるんですよ。まあなので種で買われる方はまあもちろんなんですけど、これめちゃくちゃ参考になるんですね実は。はい、ということで、まあ大体どういうことが書いてあるのかだけざっといきましょうかね。はい、では例えばこれ出来すぎなるなる、はい、これ表面これちょっともうやばいじゃないですか、はい、やばいじゃないですか、やばいですね、はい、なんですけど後ろ面ですね、大体種の絵袋ってこのような感じのグラフが書いてあるんですよね。月別に書いてあったり、うんうん、団地、寒地とか一般地とかって書いてあるじゃないですか、はい、で日本地図が書いてあってこの横に、はい、うんうん、どこがどのエリアかっていうのが分かりやすく書いてあります、はい、そして、まあ、種がそのエリアによって負ける時期、この点がスタートですね、はい、例えば一般地だったらこれ3月の上旬から負けますよっていうところですね。じゃあ愛知県は3月からってことですね。そうですね、はい、でこのモコモコモコってあるじゃないですか、はい、もっこりモコモコモコ、これはトンネルとかハウス、まあいわゆるちょっと防寒してくださいよっていうところなんですよね、うんうんうん、なので3月の頭ってまだ寒いんで、はい、3月の頭に巻く方はこういうトンネルとか、ハウス、はい、うん、あ、風が直接当たらないような感じのところで保護しながらやっていただければ大丈夫ですよ。なんですがこの4月の中旬に入ればモコモコ消えてますよね。はい、本当ですね、うん、そのぐらいの時期になると何もなくてトンネルとかなしでもそのまま植えて育つ気温になってきたっていうところですね。なしでも育てれますよっていうところなんですよ、はい、なんで結構分かりやすく書いてあります。うん、ね、あの表面裏表面はちょっとふざけてたけど裏面はねちゃんと書いてあります、はい、で品種の特徴もちゃんと書いてありますし、まあ、どんなようなやつがなりますよとかどういう特徴がありますよとかこういう病気にも強いですよとか書いてあります。はい、はい、でちゃんとポイントも書いてありますね。一般的なキュウリよりわせなので追肥遅れないようにっていうのがこの出来すぎのあるんです、うん、はい、まあ、こういう情報が入っていて、であとはですねここですね、数量15粒って書いてあるじゃないですか、はい、これですねなんか最近なのかな、めちゃくちゃ良心的になってきてますね。というのは昔はですね、昔々なんて言ってもあれなんですけど粒数とかってあんま書いてなかったんですよ。ほう、容量で書いたことが多くて、うん、何ミリリットルとかグラムとかって、そうグラムはないけどねミリリットルかな、ミリリットル、うん、単位で書いてあることがあって、結構店頭でやっぱりこれ何粒入ってるんですかって言われるじゃないですか、うん、1ミリリットルって書いてあっていやいや分かんないみたいな分かんないですよ、ね、僕らもそんなにやっぱりねそのどの種が何ミリで何粒かなんていうそこまで把握できないんで、はい、結構困ってたんですけど、最近は粒数で書いてあることが多くて、だいたいじゃあどれぐらいって把握できるじゃないですか、はい、ね、なので非常に良心的です。はい、だいたい書いてあるですね、ここも書いてありますね、これ横浜上木さん12粒とかオーバーピーは12粒、オーバーピー12粒とか、これ白丸ナスこれ80粒とか、はい、ね、書いてあるです。で昔は、はい、内容量 4ml、 これ昔はって今もこのメーカーさんはこれで書いてあるんですけど、うん、はい、こうやって書いてあることが多かったんですよ、はいはい、なんですが最近は粒数で書いてあるので非常に良心的かなというふうに思います。であとですね、有効期限っていうのがあるんですね。21年の7月、はい、で発芽率 85% 以上、これは何かっていう と、賞味期限みたいなもので、はい、2021年の7月までにはこの種まくと 85% 以上の確率で発芽しますよっていうこと、はい、うん、でこれ切れたら発芽しないのかっていうとそういうわけでは全くありません、はい、ただ発芽率が下がりますっていうところだけなんですね、うんうん、管理次第で発芽率が下がってしまうんで来年また負けるのかっていうことになると基本的にノーではありません、はい、来年も負けると思います。なんですが発芽率ちょっと下がる可能性がありますのでそこだけ覚えて種の方を取っておいていただければ一気に巻きすぎなくても大丈夫かなというふうに個人的には思います。はい、はい、ということでこの種の裏面ですね、情報がいっぱい入ってます、はい、だいたいこれを指標にしてもらってもいいかなと、種を買う方は特にそうですね。これ横浜植木さんからこれちょっとパッと見たらこれめっちゃいいですね。これ横にセンチ数書いてあるです。こういうなんか細かい気遣いが嬉しいね。
いいですね、これ、うん、これここに株間は40センチぐらいって書いてあるじゃないですか、はい、40センチ分かんない人いるですもんね、はい、これを当てて10、20、30、40ってやれば、うんうん、もうだいたいこことここかなみたいな、分かりますね、分かりやすい、親切、オバピなんかこれ全部つけりゃいいのにと思うんだけどね、はい、うん、っていう、まあ、ちょっと気の利いたパッケージもありますと、はい、いうことですね。はい、じゃあ続いていきましょう。続いて大事なのは土です。はい、種まきの土ですね。はい、これはどういうものがいいかというと、基本的にですね、土によって発芽率が変わります。でこれも植物にもよるんですよね。強い植物って案外どんな土でも出てきたりします。まあ一番顕著なのは雑草。うん、どんなところでも出るじゃない。確かにそうですね。もうめっちゃ硬いところとか、はい、あのめっちゃ柔らかいところでも、なんかいろんなところでも発芽してしまうのが雑草。あれは種が基本的に強いっていうことなんですね。なんですが、一般的な植物はあんなカチカチとかベチャベチャのところではまず発芽しません。ということで、一番発芽率が高くなる土というのかな、はい、っていうのがいわゆる種まき用の土ってあるんですね。まあ、分かりやすいのはメーカーさんが出している種まき用の土、あと使うのであればピートモスっていう、苔が堆積化されたものなんですね。ピートモス、あとは鹿沼土の細粒っていうものもあります。挿し木でよく使いますけど、この辺も一応種まきで使えるっていうところなんですね。まあ、ちょっとですね、現物があるので中身ちょっと見てみましょう。はい、ということで、現物持ってきております。まあ、これは花心さんですね。これメーカーさんいろいろあるんで、どこのメーカーのかっていうわけじゃなくて、メーカーさんがしてる刺し芽種まきの土、まあ、各社ブレンドが違うんで何ともなんですけど、まあ、こういうそのまま使えるものがあったり、これですね、ピートモスっていう、園芸ではよく使うんですけど、土壌改良をするときに、まあ、書いてあるんです、改良用、うんうん、使う材料ですね。でこれが鹿沼土っていう土の細粒、細かいタイプ、はい、これ何が違うかっていうと、おすすめはですね、ぶっちゃけのおすすめ言いましょう、はい、ぶっちゃけ初心者の方でおすすめなのはこの種まきの土、これ花心さんのやつですね、はい、もうサラサラ、ほらいろんな色のものが入ってるじゃないですか。入ってますね。で粒子が細かいんですよね、うんうんうん、サラサラしてて、いろんな粒の土が入っていて、まあ、これいろんな土を配合することによって水はけとか水持ちとか隙間を物理的に開けるっていうことをやってますっていう配合してあるので、はい、まあ、この辺がまあ無難な感じですね。水はけもいいし、水持ちもこういう鹿沼土とか、うんうん、ピートモスなんかでできてしまう。で根腐れを防止するようなものも入ってるというところですね。で次ピートモス、ピートモスはいろいろこう単品の土というか、うんうん、用土なんで、まあ、一色ですね、はい、これ苔が堆積したもので、これですね、デメリットがあって水をちょっとね吸いにくいです。うんうん、最初は特に水を弾いたりするので、種まかれる場合は吸水っていうのかな、しっかりしておいた方がピートモスの場合はいいかなと思いますね。そう、こっちの方が普段使ってるような土に近いんで水管理楽だと思います。ピートモスはちょっとその保水成分っていうのかな、最初のうちはしっかり水なじませるのに時間を使った方がいいかなというふうに思います。で鹿沼土の細粒、これですね、はい、これ先の2つに比べたら粒子がちょっと大きいじゃないですか。そうですね、粒が大きい、はい、でこれでも負けないことはないんですけど、種ってすごいいろんな形状をしてる種が多いんですよ。いわゆる分かりやすいのとひまわりの種ってあるじゃないですか、はい、ひまわりとか朝顔の種でかいじゃん、ちょっとアーモンドぐらい、アーモンドぐらいとかあるじゃないですか、ね、ああいうでかいものもあれば、もうほんと粉のような細かい粒っていうものも結構あるんですね。で大きい粒だったら鹿沼土の細粒でも大丈夫なんですけど、細かい粒の場合粒子が粗いと発芽率が悪いとは安定しないというのかな、固まってしまったりとか水がうまく保てなかったりとかあるかなと思う場合は、やっぱこっちの方が無難、うん、大きめの種だったらこれでも発芽は大丈夫だと思います。ということで普通の培養土、いわゆるお花を使う土が余ってるんで、これでもいいんじゃないかっていうふうに思われる方いると思います。はい、例えばこれが普通のお花用の土ですね、はい、見てください、馴染みがあると思います。ですがこれは基本的にもう発芽して根が出ている状態の苗を植える用の土なんですよ。なんでやっぱこういう粒子が大きいものも混じっていたり、うん、あと特徴的なのは肥料ですね、肥料が入ってるんですよ。当たり前だと思われますが、はい、実はですね、種まきで
種の発芽には肥料分はいりません、うん、ない方がいいんですよ。むしろ肥料分があると肥料が強くて発芽の根を出しにくいとか出さないっていうことになりかねます。なのでこの今言った種まきの土とかピートモス、鹿沼土、ほとんど肥料入ってません。肥料分が、はい、の方が初めの発芽の段階で根を出すのには適してるんです。培養土でもさっき言ったみたいに強い種は出ます。極論から言ったら、はい、大きい種得意は、まあ、草花用の培養土でも大丈夫なんですけど、細かいような種はより出にくくなるので無肥料の土を使うっていうのがポイントです。ということで、今回はですね、まあ、せっかくなのでメーカーさんの土でやってみようかなというふうに思います。じゃあ後半戦ですね、実演の方に入りたいと思います。の前に余談です、うん、トトロ知ってる？あ、知ってます。トトロ知ってる？知ってます。あ、知ってる。やっぱり種まきで、まあ、これ種まきつながりで一応トトロをぶっ込んできますけど結構前なんだけど、はい、ツイッターで登録してくれてる人が種まきの映像を出してくれたんですよ、写真、はい、その時にね、もう名言が載ってた。どんな名言ですか？種がピッて出てる写真があって、つぶやき、夢だけど夢じゃなかったどういうことですか？わかんないの、純平くん俺はね、帰ってもうトトロ見てください。見直しっすか、うん、編集する前にトトロ見てください俺それ見た時に、はい、あーと思って、やられたと思って。え、どういうことですか？これ、はい、トトロの中で出てくる名言なの。ちょっと知ってる方もちろんおると思うんですけど、知らない方のために言うと、はい、あのトトロってあの大きい化け物みたいな、はい、あのクマさんみたいな出てくるじゃないですか。でそのクマさんみたいなのがお礼に木の実をピッてくれるのね、うんうん、そのサツキとメイに。でその木の実を家の畑にさピーって出して、はい、植えて、でそしたらめちゃくちゃ早く成長してビヨーンってニョキ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 っつって、多分そのシーンは分かるんですよ。そのシーンは分かるんですよ。パッてやるとパッて出るじゃん。あ、分かるな、それは分かるんですよ。パッてやるとさピュッて出るじゃん。でさやとかうーんってやるとさぐぐ伸びていくやつですよね。そうで、あの木の上に行ってさ、なんかオカリナ吹いてたのかな、なんかやったら飛んでったりしてさ、はい、でパッて目が覚めるの。そしたらそれ実は夢だった、うんうん、あ、これさっきの大きな木になって空を飛んだの夢だったみたいな、うんうん、でふわって庭見たら、うん、ピヨって小さい目がピヨって出てたの、実際に。あ、なんかあったような気がしますね。帰ってみてください帰ってみます。気をついた時に、はい、サツキとメイがめっちゃこう喜んで、はい、夢だけど夢じゃなかったって、あ、畑夢だけど夢じゃなかったって、あれ超名言あったかもしんないですね。もうこれやってほしい、はい、夢だけど夢じゃ、これをツイッターでつぶやいてる人もって、はい、パクらせてくださいって言ってパクらせてもらいました。これめっちゃやっぱね、ジブリって最高な映画ですよね。うん、もう夢がある、園芸にもう全てつながるもん。確かにジブリはね、確かに。そうなんで僕ジブリ好きなんだよね。うん、愛に溢れてるもん、あのコンセプトというか、コンセプトが。で大体愛ってさ、ジブリで言う愛ってさ、人間と人間もそうだけどさ、結局自然との愛っていうの、うん、生き物生物全体の愛っていうのもめっちゃ強いじゃない。そうですね、ナウシカもそうですね。そう、菌とか虫とかさ、うん、環境とかさ、木とかもそうなんだけど、なんかそういうなんか生き物愛みたいなものがめちゃくちゃ強くて、あれもう園芸にねマジ絡めた方がいい絡めた方がいい絡めて、もうめっちゃ絡めてくんで、うん、あのジブリネタのこれ多分見てる方の方がね、結構ジブリだったら私負けないわよみたいな、ジブリ俺の方が詳しいですけど絶対見るかと思いますジブリマニアコメントください、はい、あのこのネタ使えそうみたいな、はい、はい、ツイッターでもインスタでもコメント欄でも結構です。もうジブリネタの植物ネタあったらどんどん投稿してください。あのパクるパクる基準でパクります、宣言しておきます、はい、一応ねちゃんと許可得てんだよ一応、はい、パクります、そう使わせてくださいって言うと OK ですって大体来るっす、はい、この間のそういやね、そうだツイッターネタで悪いんですけど、はい、お勤めハンターっていう言葉を、はい、これ前回の3月か3月のこう園芸事情の中で使わせてもらったんだけど、あれも実はねツイッターでつぶやいてる人がおって、お勤め品を買ってきました、お勤めハンターですとかって
はい、めっちゃいいフレーズやんと思ってパクらしてくださいいいですよっていうことで、はい、そうなんで私このお勤め品を買う人たちをハンターって呼んでますあハンター来たみたいな、はい、赤札にこうやって見てる人、うん、あハンター来た、ハンター来たわ今日朝一から来とるわみたいなハンターめっちゃ面白いね。そう表現の仕方も面白くてさ、はい、私もねこれからね改めたいし、もうこれ見てる商売やってる方改めてほしいんだけど、処分品っていう言い方はよくないですね。うん、私たちまあ普通に使ってたんですけど、処分品っていう言葉、うん、あれはねやっぱね植物にはあんまり使いたくないですね。うん、値下げ品とかダメですね。やっぱお勤め品だねやっぱりお勤め品って書いてもうハンターエリアみたいなどうぞ。そうハンターたちはそれを連れて帰って大事に育てれる人たちなのからね。そうそうすると今度ハンターたちはさ狩りに出かけようかみたいなモンスターハンターみたいな、モンスターハンターみたいになっちゃうんですね今度はまあいろいろ楽しみ方あると思います、はい、けどこの表現とか言い回しとかね、そういうのめっちゃ参考になるんで、いろいろこうコメントとかつぶやきとかインスタ投稿の方もしてくれると嬉しいと思います。仮面くんって書いておいてくださいね、どっかにタグで、タグでそうすると調べれるんで、はいよろしくお願いします。ということで後半戦ですね、実際に種の方を撒いていきましょう。はい、じゃあ後半戦いきましょう。種まきの実演の方ですね、やっていきたいと思います。前回の種の時もいろいろ紹介してますんで、まあ、ちょっと被っちゃうと思うんですけど、まあ、分からない方のためにざっと説明しながらいきたいと思います。種まきの資材ですね、はい、いろいろあるんですよ。でもちろんこの資材を使わなくても自分家の庭のエリアにも直まきって言ってもそのまま撒いちゃうっていう方ももちろんいます。なんですけど、まあ、直まきで一番のデメリットは直巻きやると基本管理がしにくくなるんですよね、うんうんうん、いわゆるもう自然任せになっちゃうじゃないですか。庭にこう種をそのまま撒いちゃうと、まあ、豪雨が降ろうが、うん、猛暑が来ようがとにかく自然環境にさらすってことなんで、発芽率っていう部分だとかなり落ちます。まあ、強い種はそれでも出てきますとか、まあ、めちゃくちゃ撒けば中でも出てくるっていうぐらいなんですけど、まあ、効率を上げたいって言ったらやっぱり人為的に管理してあげて発芽させてあげた方が確率がやっぱ上がるんで、確率を目指したい方は人為的に人が管理してあげるっていう方で種まきをした方がいいかなと思います。でざっと資材の方なんですけど、まあいろいろあるんですけどね、まあ、大体こういうトレー型のもの、これ一番小さいサイズ持ってきました、はい、育苗トレーってもっとでかいトレーもあります、はい、まあ、いわゆるこれにこの種まきの土入れてこの上に撒くという感じのものであったり、まあ、これセルトレーですね、はい、セル、まあ、一個一個こう形、うんうん、取ってあります。このようなトレーにもう用土を入れてこのまま入れると、はい、っていうパターンがあります。これ大きな違いはですね、まあ、これ一個一個なってるじゃないですか、はい、なのでこれはもう一個一個こう一本一本ここで育てて、うんうん、ある程度の大きさまでしたら一個ずつこう取り出してピンセットで、うんうん、でそのまま土に埋めれるっていうメリットがあります。でこっちの場合は、まあ、そういう風に区切ってないので自分で大きくなってきたら掘り上げて移植してあげるっていう、はい、ちょっと手間はかかるんですけど、数が負けるのはこっちの 平たい方、うんうん、細かい種はなんでこういったトレーに巻きますね。ちょっと大きめだとこういったものに巻いたりとか、はい、まあ、使い分けです、はい、でこれはですね前回出したピートバンっていうやつですね、はい、これ坂田の種さん、まあ、このようなトレーが入っていて、でこれ板が入ってるんですね、うんうん、でこれを水に浸すとモコモコモコって出てきて、うんうん、いわゆるねピートモスみたいな状態になります、うん、ピートバンって書いてあるピートですね、はい、これは前回の種まきで使ってますんで、ピートバンのやり方はそちらの方を参考にしてほしいかなと思います。で今回ですねまく、まあ土はこれって言ったんですけど、はい、まく資材変えます。ほうほう、いきますよ、はい、今回まくのはこれです。じゃーらー、卵パック園芸用品使わないんかいみたいな、本当っすよなんか見たことあるなと思ったら、ま、見たことあるでしょ、はい、おなじみじゃん、これ一番おなじみでしょ、はい、卵パック、普通の卵パックですよ、ね、そう紙、うん、これはね、はい、3,4 年で買いました。3,4 年で買ったやつ茄子の行卵、茄子の行卵、うん、茄子の用意って書いてありますね、はいはい、
これ卵ね、これちょっと卵話で悪いんだけど、はい、めっちゃうまかっためっちゃうまかったですか普通はさ、はい、透明のやつじゃん、はい、安いやつあれがもう 99% ぐらいうちもそれなんだけど、うん、種まきで使いたいからっつって嫁様の方にいい卵買ってきてくれっつって紙のいいやつ買ってきてくれっつって多分ね通常のね3倍ぐらいしたって言われたんだけど高そう高かった、うん、けどめっちゃうまかったこれ黄身が濃かったっすか黄身濃い卵かけご飯食べると味の違いってもうダイレクトに分かるねあ子供がね感動してたもんえ何これとかって全然いつものと違うとか違う違う本当にそう、うん、なので紙のこの卵この容器種まきで使えますということは安心してちょっと高いですけど卵を買ってこの容器、はい、リサイクルしましょうさすがにリサイクルさすがですよリサイクルですよはい、はい、でこれ形状がさピッて出すとこうなってるんですよねはい、はい、まあいろんなタイプがあるんでしょうけど、うんうん、これ多分これがないやつもあると思うんですけどねこの下のあれだけっていうのうんうんうん、でなんか巻いてあるとか売ってるのいろいろあると思うんですけど、はい、基本的にこの紙のものは種まきで使えちゃいます、はい、で、今回のこの形状の場合ですね、はい、私はこれ両方使います、はいはい、下と上と、うんうん、ということでちょっと工作しますね、はい、まずこれ切っちゃいましょう、はい、もうなんか本当に園芸界のノッポさんって今最近言われてるんだけどダンボールとかさ、はい、工作してさワクワクさんみたいな感じになってそうそうそうチューン面白いねこういう工作って結構リサイクルできるのがまたいいですね園芸っていいよこれ美味しい卵を食べれて最高やん、うんうんね、一石二鳥です一石二鳥はいこういう風に分離したでしょ、はい、でこれねここは穴開いちゃってるじゃない、はい、ほらこれで塞げるんだよね、はい、穴を塞いでやる穴を塞げるほら完璧やんみたいな。でこれになるとどうなるかっていうと、はい、ほらこっちはトレイになるでしょ。確かに。こっちがセルトレイになるでしょ。セルトレイになる。一石二鳥やん。これメーカーに怒られるなこれ。また売れなくなる。卵めっちゃ売れるかもしれない。卵売れたらちょっといいけど、はい、園芸用品は売れなくなるねごめんなさいということで、はい、容器をこれ使っちゃおうかみたいな感じでできます、はい、ということでこれセルトレーとトレー状あってまあさっき言ったみたいにこのトレー状で撒く場合は細かい種を撒いてあげればいいでこのセル状になったやつはちょっと大きめの種を撒いてあげればいいだってさだいたい家庭でこんなに使う人ってもそんないないじゃないですかなさそうですね大きい人はとか、まあ、たくさんエリアがある人はもちろんこういったものとかこういう育苗の大きいもの、はい、バンバン使えばいいと思うんですけどこれの半分ぐらいって売ってないんですかまあ売ってないことはないですねうん、売ってないことはないんですけど結局よく撒くんであればあってもいいと思うんですけど、うん、さっき言った年に大体2回ぐらいなんですよね春と秋撒くのがその間の期間ってこれ邪魔じゃないですかそうですね、使わないというか、はい、どっか置いとかないといけない、うん、結構邪魔負担になるなのでこれ24これ5個ですこれ全部で10個10株分ぐらい手軽にやりたい場合とか、うん、ちょこっとずつやりたい場合これでいいですでこれはすごいのが、はい、出るじゃないですか、まあ、あとですねこう土入れて芽が出て苗が育ってきた時にどうできるかって言ったらこれ切って1個ずつ、うんうん紙なんでこのまま土に埋めちゃっていいんですよいいんですかいいです分解されます紙がへえ土に返りますお悪いもの使ってないので、はい、なので昔、まあ、今もあるかな紙ポットなんていうのが一回流行った時あって、うんうん、植物をそのまま植えてでその鉢ごと土に埋めるみたいなおっていうことをすると植え替えの時にこう掘り出して根っこを傷める必要がないというか、うんうんうん、そういう作業もいらないしもうこのままダイレクトに土に帰るっていうことで非常にエコ、うん、プラスこれもなくなってしまうので、うんうん、都度都度卵を買えば卵食べるじゃんだって極論そうです ね極論たまにはいい卵食べようぜみたいな、はい、
卵も美味しいし、うん、これも美味しいしみたいな、絶対取っといてねみたいな、うんうんうん、捨てちゃダメだよお母さんっていう感じで取っとけば、はい、そう、案外手軽にできて、まあこういうものを買わなくてダメだな、あんまこういうもの買うなっていうこういうのはたくさんやる人は買ってください。ヘビーユーザーは、ヘビーユーザーは、はい、ライトユーザーはこっちでいい、十分十分、はい、これ使っていただきたいなと思います。でこっちもですね、まあ、基本的にはたくさんばらまいたりするんですけど、この場合だとこのバーってたくさん出た分をこのまま土に埋めるっていうことはあんまりできないので、まあ、このトレイの場合はやっぱこれは大きくなったらちょっと移植してもらって、うんうん、でこの紙は可燃ごみで捨てることも可能なので処分していただきたいなと思います。ということで一度土入れて巻いてみましょう。はい、ということで巻きます。まあいわゆる土を入れるだけなんですけどねまあそれを言うから終わってしまうんですけど、ちゃんと実演して、そう、まあ、案外そう、あの実演があるかないかでさ、うんうん、こう言葉で言うのと違うじゃない、より分かりやすいっていうところですね。より分かりやすい、はい、そうです。種まきの土ってかなり軽くできてるんで、うんうん、あのいつものを使ってる土と比べるとだいぶ違和感があるかもしれません、うんうん、はい、これはこんなもんですね。はい、はい、こっちの動きは、卵のなんか絵面が新鮮ですね。新鮮だよねいいよね、いつも鉢に入れてるのが、なんかやっぱこういうことだなと思うね俺。園芸もさ、園芸用品だけじゃなくてさ、こういう食品のさメーカーさんとかとさ、うん、協力してさ、なんか再利用をこういう形でもできますよっていうパッケージを作っていった方が良くない？そうですね。ねえ、そうしたらさ、なんかお互い相乗効果があるやん。こっちも売れるっすよ。卵と種を一緒にさ、うんうん、やれるようになってさ、利用もさ、エコだったらさ、そうですね。最高じゃん。これだって知らない人はこれ捨てちゃうんだぜ。もったいないっすよね。もったいないよこれ。種まきする人、ちょうだいって言われちゃうよね。ゴミ箱からあさって。ゴミ箱からあさってでも欲しいわみたいな。よし、はい、はい、っていう感じですね。はい。でこれちょっと気をつけてほしいのが、種まき用のバイドって、はい、どのメーカーも多分そうなんですけど、結構ねピートモスまではいかないんですけど、水をねちょっと吸いにくいっていうことが多いと思うんですよね、はい、最初の段階でやっぱピート系ちょっと入れてるんで、どうしても、うんうん、ピート系が多いと軽いんですけど、やっぱね水を最初のうち弾いたりなんかっていうことがあるので、種まきの場合は自分の場合ですね、この土を用意したら、うん、ここに先緒に種をまくんじゃなくて、はい、最初にもう水かけちゃいます。はい、はい、ほらほら、モコモコモコってこれ上がってくるじゃん、こうやって。あ、本当ですね、モコモコって、はい、これモコモコって上がるって、これ土吸ってないんですよね、水をまだ。こういうことを起こすんですよ、よく。なのでちょっと何回かに分けて吸水させてあげます。はい、はい、空いてる時間を使ってこっちもいっちゃいましょうか。そう、なので先にこれやってあげないと、種をまいて水をかけるとこういう風に浮いてきちゃうじゃん、うんうん、ちょっとせっかく埋めた種もこう出てきちゃったりとか、うんうん、あのまたちょっと中に入れてあげないといけないとか、そういうことを起こしやすいので、種まき一回これね、水が落ち着いてしまえば結構その後の水やりはすんなりと入ってくれるので、うんうん、最初だけですね、気をつけてやってください。で、まあ、今回はこれちょっと水差しでやってますけど、シャワーヘッドみたいなやつ、はい、うん、あのジョウロとかでもそうなんですけど、をちょっと上からシャーッと巻いてあげても問題ないですね。はい、はい、そしたらちょっとこう触ってもらって、まあ、しっかり馴染んでるかどうかチェックしてもらったりして、まだこう表面が乾いてるかなと思ったら、まあ、もしあれば、まあ、これ霧吹きですね、はい、霧吹きでもう湿らしちゃう表面を、はい、こうすることで吸水もしっかりさせてあげる、はい、はい、っていうのがおすすめですね。これもピートモス使う場合も鹿沼土使う場合も、自分は最初に濡らしておいた方がいいかなと思います。うんうん、
どの土も種はやっぱりね、本当に細かい種とかだと流れてっちゃうんで、あの水やりで、うん、で土が馴染んでなくて水あげると今みたいに土が浮いてきたりで種がどっかに行ってしまうからなりかねないので、まあ、給水はしっかりと、はい、してあげます。まあ、だいたい湿ってくれば大丈夫ですけどね、うん、言うてもそんな半日置いとかんとダメだぜみたいなことは全くないです、はい、ちゃんとしっかりと湿らせてあげれば OK です。はい、じゃあ続きましょう。はい、水しっかりかけました、はい、で種をまいていきます。こちらの方ですね、セルトレータイプはたくさんばらまくような感じじゃないので1個ずつまいていくような感じにしたいかなと思います。ということでジャンガジャングルジャングル巻きたいかなと思います。はい、これ前紹介したやつですね、はい、これがね8粒しか入ってないですね。まあ10個なんで2つ空いてしまいますけど、はい、2つはまたちょっと違うやつ巻こうかな。じゃらこれ出てきました。この中に入ってるんでしょうね。二重パッケージになってます。直で入ってると思ってました。そうですね、はい、直で入ってる場合もあるんですけど、まあでも最近はちゃんとこういう風に入ってるかな、うんうん、で日の光に当たらないように、日が入らないように結構遮光をしてあるパッケージになります。うん、でこれこのままこういう風に巻くとまたドバドバ入っちゃう可能性があるので、はい、1回ね違うのにね移し替えてあげます。はい、種が入ってましたね。入ってます、はいはい、で今回使うのは前回同様、はい、紙、ただの紙です、はい、紙を、まあ、折り曲げてもらって、うん、よいしょ、こういう風にね、うん、角をつけてもらって、でここにですね、ちっちゃいですね、種小さいですよ、種、はい、細かいですよ、細かいです。3、4、5、6、7、8、9。そうだよね、多分8って書いてあるけど多分ちょっと多めに入ってますね。おまけですね。おまけ嬉しい。やったぜなんか当たりが入ってたらもう1個とかって欲しいよねこれは多分ねやっぱりね発芽率のことを考えてちょっと余分に入れたるんだと思います。はい、うん、100% ではちょっと出てこないんで、はい、うん、やっぱその辺もメーカーさん良心的だね、うん、はい、っていう形で出てきてます。はい、はい、でここですね、はい、割り箸があると結構便利ですね、はいはい、割り箸でちょっと穴をくぼみを作ってもらって、これちょっとね概要欄の方に参考になるようなブログがあったのでちょっと貼っとくんですけど、うん、はい、種って冒頭にも言ったんですけど、土に埋めないといけない種と土に埋めなくていい、むしろ埋めちゃダメだっていう種がね種類によって違うんですよ。うん、なのでそれってわからないじゃないですか。分からない。どの種を埋めていいのかどの種を埋めちゃいかんのかってあるじゃないですか。うん、あの概要欄に参考になるやつ貼っときますんで、はい、例えばトマトだったら埋めた方がいいとか、うん、レタスだったら出した方がいいとか、なんかいろいろあります。はい、はい、それに応じて穴を開けた方がいいのか開けなくていいのか決めます、はい、トマトの場合は少し埋めたいので、はい、今穴を少し開けましたね、はい、でこうやって折り曲げたところにストンとちょんと、はい、ちょんと本当はこれ1個に3粒ぐらい本当は入れた方がいいんですけど、はい、今回ちょっと余りがあるんで1個ずつ1個ずつちょっといっちゃいましょうかね、はいはい、余ったら1箇所に何粒か入れましょう。だいたい 3、4粒ぐらいを本当は1株あたり入れてその中からいいのを選ぶっていうやり方するんですけど、うん、まあ、今回はちょっとセコビッチですけど、はい、1個に1個ぐらいなんで発芽率が 100% じゃないんで、うん、もちろんこう出てこないところもあるかなっていうのは前提でいきますね、はいはい、で2個余ったんでここはちょっとこのトレーは2個分入れておきましょうと、はい、はい、そしたら軽くですけど指でいいので、はい、ちょっとねこう軽く押さえてあげた方がいいかな、はい、うん、いわゆるちゃんと土に触れさせるっていうのかな、うん、種とした方がいいですね。はい、そしたら土かぶせます、はい、
土は乾いてるやつで結構です。これでもめちゃくちゃ深くかぶしちゃうと、うんうん、結構発芽悪くなっちゃうことも多いんで調節していった方がいいかなと思います、はい、とにかく深すぎるとちょっと出にくいのかなって。いくら埋める方がいいと言っても、うん、球根類は結構埋めちゃってくださいよなんていうのがあるんですけど、うん、種でそんなにすごく深くまで植えないと出ないっていうことの種ってそうないんで、言っても軽く遮光するぐらいで十分ですね、はいはい、でここでさっきみたいな水差しでまたかけちゃうとまたドゥバッと上がってきちゃうんで、軽くかけた場合は霧吹きですね、はい、霧吹きで湿らしていく、はい、もうこれ下は湿ってるので、あの本当に上の表面かけたところだけ湿れば基本上も下も水がかかってる状態になるので、うん、はい、これでだいぶ落ち着くはずです。丁寧にですね最初は、はい、根っこさえ出てきちゃえば結構水やりもこの霧吹きでやらなくても倒れるってことはないんですけど、根っこが出るまでの間が勝負ですね。優しくやってあげないと。優しく優しく、そうです。まあ発芽率が上がるっていう感じですね、うん、そうしてあげることによって。よいしょ、はい、という形でこれトマト完了続きまして、続き、はい、トレーバージョンに行きましょうか、はいはい、トレーバージョンは今回は、はい、じゃん、ベビーサラダミックス、はいはい、これ空いてるでしょ、はい、俺何回か巻いたんだ、しましたいや使ってるこれね、すごい、これね、またちょっと別で紹介するわ、はい、このベビーサラダミックスってめっちゃ使えるの、これ種として。何ですか？だって、はい、これさっきのジャングルさ、はい、まあトマトだっていうのもあるんだけど、はい、8粒じゃん、8粒、そう、これ1袋何本入ってるか分かる？100ぐらいですか？298円で、はい、2100本。恐ろしいな、恐ろしいっすね俺508円で8個やん、はい、298円で2000本。1個あたり 0.… もういくらですよ、そう、1円以下っていうね、1円以下っていう、そうで、あの結構これいつでも負けるし、はい、春と秋だけとか言ってたやな、はい、こういうね、これ周年って書いてあるんだけど、周年いつでもできますよみたいな。ああ、そういうことなんですね。まあ発芽が遅い早いってあるんですけど、うん、結構選ばずに周年できてかなり期間が短いんですよ、発芽してから収穫するまで。ベビーリーフこれ一袋持っときゃもう年中食えるぜみたいなこんな楽しいことはないでしょみたいな、はい、っていうので、はい、ベビーリーフ愛用してます。種がこれいろんな種が入ってますね、はいはい、めちゃくちゃ使えるぜこれ。でこれは、はい、どういう風な巻き方してもいいんですよ、はい、こうやって列に筋巻きっていう巻き方で、うん、列にして取っていくっていうのもあるし、はい、バラ巻きでもバーって適当に巻いてっちゃうっていうこともできるので、うん、まあ、これはどちらでもいいです、はいはい、今回はちょっといろいろばらまいていっちゃいましたかね、はい、まあこれたくさんあるんでたくさんまけばまあいいんですけど、間引きをこれしんといかんくなるんですよね、うんうん、いわゆる全部が全部発芽させてあの育てれないので、間引きをして、あ、たくさんいっちゃったたくさんいっちゃった、はい、これちょっとね見にくいんだよこれもうディープすぎてカメラも映らないとこもあるかもしれないです。そうですよね、カメラのこのマイクのモフモフがね、そうなんですよ全く見えないね、手元がないのちょっとね、はい、あの雑になっちゃうんですけど、はい、まあ、こういう感じで、はい、ちょっと隙間を開けつつね、はい、バラ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 手でやると、うん、だいたいもう固まっちゃうですね、うん、もう一とこにとバーンってなっちゃうんで、まあ、こういったものをちょっと使うといいかなと、はい、はい、まあ、石かね、はい、でこのベビーリーフ系は、はい、ほとんどこれ土かぶさなくてもいいぐらい、はい、キャラやってちゃっても大丈夫なぐらいの種なんですけど、まあ、不安であれば、まあ、風とかそういうのもあると思うんで、はい、まあ、軽く、まあ、迷ったら軽くかける、うん、
で大丈夫です。はい、はい、これも本当はこれでやっときたいところなんだけどかなりの勢いでこぼしそうな確かに気がしちゃうの、はい、あのやめときます、はい、もうこれつまむとね癖でねやりたくなっちゃうなっちゃうんだこれこんな俺三流のやり方やりたくねえよみたいな。本当は嫌ですか。本当は嫌、屈辱的だ早く当てたいみたいな手がうなってる、はい、これも軽くちょっと抑えながら、はい、土と種をちょっと密着させてあげる、うん、っていうことをしてから霧吹き、はい、でかけていきますと、はい、まあ霧吹きはなんかあるといいですね1個ね、うんうん、まあこういう種に限らずに葉水したりだとか、うん、植物に観葉植物ある人は特にね霧吹き持っていくと便利なので何でも使えますね。はい、よいしょ。はい、っていう形で種まき終了です。これですねちょっと最近まいた種がありますんで、はい、ちょっと見てみましょう。はい、はい、これベビーリーフまきました。おお、ちょっと間引きしましたけどね、はい、はい、こんな感じで出てきます。使い道たくさんあると思いますんでね、いろいろとやっていただけると面白いかなと思います。あれだベビーリーフの売ってるじゃないですかポットで、はい、あれ大体ね俺株の見たら大体10本ぐらい立ってたかな、それぐらいの中にそれが、まあ、製品として、まあ、200円ぐらいかで売ってますけど、まあ、2100本あるからあれ、うん、あの自宅でめっちゃ作れちゃうんで、はい、ベビーリーフ種はかなりおすすめです。でここで終わらないのが亀くんガーデンチャンネルですよ、はい、もうねこのアイテム究極のアイテムを紹介したいと思います、はいはい、これあるとめっちゃいいよってやつですね、はい、では紹介しましょう、はい、チャラーこれ何ですかこれ何ですかこれ来ましたよ、はい、水切りバスケットダイソー3点セット行きましょう。100円、はい、100円、はい、100円、はい、300円、300円、これね、はい、最高、最高っすか。これはねちょっとね悔しいけど、はい、最高悔しいというのは園芸またメーカーのじゃないんであーもうダイソーばっかだわ、はい、いやこれはね、はい、いろんなまあダイソー商品も紹介してきたんですけど、はい、これめちゃくちゃ便利。抜群ですか。抜群だね。これは一家に1個持っててほしいね。それって本来なら多分食器とかを乾かすやつですよね。そう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 、食器をこう水切りで洗ったやつをね、はい、入れて乾かして水これで管理みたいな、うんうん、これ園芸にめっちゃ使えます。はい、はい、まず、はい、トレーバージョンとザルのバージョンで水がこう下に抜けてこれ取り出しができる、うんうん、っていうことでさっき撒いた種ちゃんも、はい、なんとこれを狙って作ったからごとくのサイズ感確かに入れれるでしょ、はい、でもこれで取り出しもできるじゃん、うんうん、水やりもこの上でやっても水がこう下にべちゃべちゃこぼれることはない、うんうん、トレーでできます。でこれがすごく秀逸なのがこの蓋ですね、はい、ハウス本当だ。加温できるんですよこれで。確かに寒い時期とかあるじゃないですかまだ、はい、ちょっと例えば2月巻きとかできたりとか3月上旬でも、はい、さっき言ったみたいにちょっとハウスじゃないとトンネルじゃないとできませんよなんて言ったじゃないですか、はい、トンネルかみたいな、うん、でハウスうちねえなみたいな、うん、ハウスあるよ300円のハウスがこれ使い道がもうこれ今回種でちょっと紹介するんですけど、はい、これ意外と何でも使えちゃう。あ、これ以外にも、以外にもこの蓋がまず秀逸です本当に、うんうん、この霜よけとか、うんうん、まあ、これからちょっと霜の季節じゃないんであれですけど雨よけとか、うんうん、何でもそうですけどもうすぐ保護できちゃう、うん、これは亀くんが出てたの結構使っていくと思いますんで今後も出る可能性が出ますね。これは多分今年の秋口ぐらいに、はい、
防寒対策で出ますね。おい、ネタバレやねんか。覚えててください皆さん。秋ですよ。秋これ出す。出しますよ。もう言っちゃってます、ね。言っちゃったら。驚かないでくださいね。はい、あ、来たかみたいな。これはでも防寒に使えるし、本当に風邪でも使えるし、はい、車高でも下手したら使えるっすね、直射日光当てたくなければ、うんうん、でこれで気をつけてほしいのが1個あります、はい、私もこれダイソーで悩みました。パターンがいろいろあります、この水切りシリーズ、はい、蓋とトレーとこれが別で全部売ってるので、うんうん、現場で合わせないと合わない規格のものが混じる場合がある、うんうんうん、この蓋がこの蓋じゃないよみたいな、うんうんうん、結構あるんで、案外適当にこう3点だって買うと、あれ全然蓋違うやんみたいな、うんうん、これここに入らないじゃんってあるんで、あの現場合わせで、うん、これがねちょうどいい感じの、200円ぐらいのちょっと大きいやつもあったんですけどね、うん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 、でもこれは使えるよ、うん、使ってる人ね結構いる。あ、いるんですね。いる。この間ね俺突っ込まなかったんですけど、個人邸の撮影行った時に、はい、さりげなくこれ2個ぐらいあった。ほう。人がいた。あ、やっぱ使ってんだみたいな。うん、あ、知ってる人とか鋭い人、うんうん、ダイソーハンターは多分これはでもね、これ以外の使い道かなりあると思うわ、うんうん、300円はちょっとこれすごいわ、うん、っていう、めっちゃダイソーをしてますけど、はい種です。種中身です、はい、このような感じで、はい、まあ、リサイクル、うんうん、っていうこともできます。これぜひですね、種まき、はい、極論から言うと本当に土は種まき用の土買った方がいいで、土買うじゃないですか。で、あとは種は自宅で取れれば自宅の種使ってもらってもいいし、あとは卵、うん、いい卵買うたまにはいい玉かけご飯食べたいやんみたいな、うんうん、お父さんとか子供たちに、はいはい、あのしてあげると喜ぶと思います。はい、はい、ということで今回のカーメンくんガーデンチャンネルは種まきについて特集させていただきました。よかったかなと思う方ぜひともグッドボタンお願いいたします。で、今回いろいろなですねコメント要請してしまいましたが、好きなようにコメント書いてください。いろいろ参考にさせていただけると嬉しいです。あとはこのようなですね、少し変わり種の商品、資材、使えるグッズなんかもチャンネルどんどん紹介していきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッと押していただけると非常に嬉しいです。あなたのご自宅でもお野菜や植物たちが種からどん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 増えますように。ではまた次回、バイバイ。